今最も注目されている師匠といえば、棋士の杉本昌隆八段、54歳。弟子は、先日、史上最年少名人獲得&七冠を達成した藤井聡太七冠、20歳です。史上最強棋士と称される、日本一有名な弟子を持つ師匠の心中やいかに。その独特の師弟関係と知られざる棋士の日常を、杉本八段がユーモラスな文章で綴った週刊文春での人気連載をまとめたエッセイ集、師匠は辛いよ藤井聡太のいる日常より一部抜粋、編集の上、ご紹介します。文中の日付や季節、段位や称号は、執筆当時のものになります。4月である、気持ちがリフレッシュされ、春の暖かさも相まってなんとなくウキウキする季節でもある。新年度もスタート、新社会人、人事異動、新しい上司と部下、出会いは楽しみもあり、少々不安でもある。私は最近、杉本師匠と呼ばれる。なぜ師匠なのか？今更だが、それはあまりにも有名な弟子、藤井聡太二冠の存在ゆえである。将棋界の師匠と弟子の関係は、会社で例えるなら上司と部下。だがその出会い方は様々である。将棋界では原則、プロを目指す少年少女は棋士の養成機関、奨励会に入会する。この時師匠が必要になり、身近な棋士にお願いすることになる。その棋士が受けてくれるとは限らず、これは縁のものである。厳しい世界だけに師匠側から弟子をスカウトするケースは少なく、私も自分から声をかけることは決してない。しかし、とてつもない才能を持った子供に出会った時、その主義が揺らぐことがある。天賦の才を持つ弟子がいる、苦悩。藤井聡太少年が東海研修会。研修会は、将棋を本格的に学ぶ少年少女を育成する組織に入った小学1年の頃、私はそこで幹事をしていた。輝く才能は当時からで、この子は将来、間違いなく超一流の棋士になるな、と私は確信していた。聡太少年が4年生の頃、夏の奨励会試験を受けると聞いた。果たして師匠は誰なのか？幹事だからといって自分が頼まれるとは限らない。でもあれだけの才能、その成長をそばで見届けたい。いっそこちらから声をかけようか？実はこの頃、私は対藤井聡太戦に備えて鏡の前でスカウトの練習をしていた。藤井聡太くん、プロを目指すならうちの一門に来ない。おやつも食べ放題だよ。却下、軽すぎる。では熱血上司風ならどうだ。聡太、黙って俺について来い。全然ダメだ。自分のキャラからほど遠い。そうなると、やはり自然が一番か。藤井聡太くん、師匠は決めたかな。わからないことはいつでも相談に乗るよ。押し付けすぎない程度に将棋界の先輩をアピール。完璧ではないか。さすがの天才少年も、これが後の師匠の布石になるとは読めまい。あれ、別の先生に弟子入りするはずが、なんで僕は杉本門下になっているんだろう。となったりして、クックック、夜中に一人、黒い笑みがこぼれる。全く良い年の大人が何やっているんでしょうね。しかし翌日になると急に冷静になる。結局、本人に話しかけることもなく練習の意味もなかったのだが、それからほどなくして聡太くんとお母さんが私の元に弟子入りの挨拶に来られた。案ずるより産むが易しである。弟子入り直後に指した記念の対局で私は敗戦。後にテレビ含め、様々なところでこれが話題になる。藤井聡太さんは10歳の時師匠に勝ったって。それって師匠が弱いだけじゃないの？天賦の才を持つ弟子を身近にしてわかるこの苦悩。師匠は辛いよ。いやいや、だがこれが結構嬉しくもあるのだ。この春、読者の皆さんにも素晴らしい出会いがありますように。この連載もご愛読いただけたら幸いです。第1回出会いの季節、2021年4月8日号、棋士にとって誕生日とは、ほろ苦いもの。去る11月13日は私と妻の誕生日だった、と書くと妙に思われるかもしれない。実は私、年齢こそ離れているものの妻と誕生日が同じなのだ。これの良いところは、妻の誕生日を決して忘れないことである。もうすぐ君の誕生日だね。大事な日だから覚えているに決まっているじゃないか。はっはっは、若かりし日、臆面もなくこう言っていたような。しかし月日が経つと誕生日の特別感も薄まり、クリスマス程度に格下げされる。
おめでとう、自分のプレゼントいらないから君の糞もなしね。文字にすると我ながらひどい男だ。それでもなんとかやっていけているのは妻のおかげである。さて、私たち騎士にとって誕生日とはほろ苦く、時に辛い記憶が蘇るものだ。それは就業時代、頭にのしかかっていた年齢制限を思い出すからである。原則、21歳の誕生日までに初段、26歳までに4段にならないと奨励会大会となるこの制度。誕生日とは死刑宣告の日が少しずつ近づくも同じなのだ。この状態が何年も続いたら自分は大会なんだな。騎士にさえなれば呪縛から逃れられる。これをどれだけ夢見たことか。私の騎士デビューは21歳で、年齢制限の本当の恐怖はわからない。それでも毎年の誕生日は憂鬱だった。一般的に騎士の多くは年齢制限とは無縁に奨励会を駆け抜ける。しかし、兄弟弟子や仲間がそれに阻まれて大会するのを見ると、誕生日に複雑な感情を抱かずにはおられないのだ。騎士になってしまえば誕生日など怖くない。この日に対局をすることもあるが、気持ちは昔と全く違う。よし、誕生日に勝って良い一年にするぞ。この解放感はあの時期があったからこそ、修行中の弟子たちには、将来、必ず誕生日を喜べるはず、と励ましたい。最高の誕生日となった。今年の私の誕生日、くしくも藤井聡太三冠が竜王獲得と四冠までも一勝に迫っており、それが決定する可能性のある日でもあった。師匠の誕生日に弟子が偉業達成、良い話ではないか？数日前から私はそのシチュエーションを想像し、ついにそれは現実となった。その日、私は現地の控え室にいたが、藤井聡太竜王はそれを知らない。彼は記者会見でなんて言うのだろう。私は頬を緩めながらも妄想を膨らませる。師匠の誕生日なので気合が入りました。こんなこと言ってくれたりして、埋もれ木に花が咲く、とは間にこのこと。いやいや、気を使わなくても良いのだよ藤井聡太くん。いやーほんと、参ったな。関係者と談笑しつつテレビモニターを眺める私。それを告げられ、しばらく考え込む藤井聡太竜王。さあ、最高の場面が来た。師匠の誕生日は全く知りませんでした。一落千丈の師匠とは私のこと。いや、知らなくても不思議はないが、全くまで付け加えなくても良いのではないかな。しかし続けて彼は言う。師匠にはお世話になりっぱなしなのでプレゼントができたのかなと思います。エッセイのネタ提供と師匠へのリスペクト。私も下がったり上がったり忙しいが、とにかく素晴らしい自慢の弟子である。負ければ即敗退、王座戦、挑戦者決定 T の準決勝8冠かかる藤井聡太7冠と通算100期目指す羽生善治九段が激突。将棋の藤井聡太7冠が、残るタイトル、王座の挑戦者決定トーナメントの準決勝に臨んでいます。28日午前10時に東京の将棋会館で始まった、王座戦挑戦者決定トーナメントの準決勝。将棋界の8大タイトルの全制覇まで残すは王座のみとなった藤井聡太七冠は、前人未到の通算タイトル100期を目指す羽生善治九段と対戦しています。振り駒の結果、藤井聡太七冠の先手で始まり、得意の角換わりを羽生善治九段が受ける形となりました。2人の対戦成績はこれまで藤井聡太七冠の11勝3敗ですが、タイトル戦で初顔合わせとなった2023年の王将戦七番勝負では羽生善治九段も2勝を挙げ、存在感を示しています。負ければ即敗退となる王座戦挑戦者決定トーナメント、持ち時間はそれぞれ5時間で、夜に勝敗が決まる見通しです。